皆さん、こんにちは、モノモースです。本日は話題となっているニュース。萩生田光一議員がひろゆきさんへの法的措置をちらつかせた一件について語りたいと思います。まず、このニュースの背景を簡単にご紹介します。萩生田議員は荒金問題での不規載額は大きく、次の衆議院選で党から非公認とされる見通しです。これを受け、ひろゆきさんが統一協会とズグズグという発言をしたことに対し、萩生田議員が法的措置を警告したという流れです。さて、ここで私が注目するのは二つの点です。まず政治家と 宗教団体の関係です。現代社会において政治家の意味や背後関係は非常に重要であり、それは透明である必要があります。裏金や宗教団体との関係など、こういった問題があること自体が信頼を損ないます。次に、ひろゆきさんの発言の影響力です。SNS 時代において実に多くの人がチェックする彼の発言はどれほど大きな影響を持つかは疑いの余地がありません。そのため名誉毀損の可能性を指摘し、法的措置というカードを切ったことは、一つの防御策であると理解できます。ですが、ここで考え 考るべき問題は司法手続きの透明性と公正性ですもし法的措置が取られた場合萩生田議員の問題がより明るみに出る可能性がありますこれを求める意見が多いのも事実ですコメント欄にも見られると理法的に職力をはっきりさせるべきという声がありますこれは政治家としての説明責任がより求められているとも言えますしかし一方で日本の司法制度には他国のような強制力が乏しいという現状もあります実際に民事訴訟を言っても海外居住者や外国籍にはあまり効果がないという指摘もあります 立法府にいる政治家こそがこの制度の改善に貢献すべきだという意見も納得のいくものです。私からの提案としては法的手続きだけに頼るのではなく、より深く社会や政治の信頼を築くための行動が必要だと感じています。これはすなわち、政治家としての信頼を築く一つの方法です。最後に、私たち国民が賢明な判断を下すためには、情報の透明性、司法の公正性が欠かせません。この一件は多くの議論を巻き起こし、さらなる変革へのきっかけになることを期待します。ご視聴ありがとうございました。 それでは、また次回お会いしましょう。